ピンポン。絆あかり。高校生のエクスボイスランキング。イエーイ。唐突がすぎるな。ずっとやりたかったこの企画、ついにやれるぜ。超やるぜ。もしもし、てかなんや、そのエクスボイスってやつは。ああ、そんなことも知らねえでよくボイスロイドやってんの、姉こら。ただうちの妹の口が悪すぎる。エクスボイス。エクスボイスとは各合成音声キャラの、ブレス、セリフ、エフェクトなどがたくさん入った、追加音声素材集のブランドである。ゲーム実況、掛け合い動画、楽曲などで、キャラクターの表現の幅を広げるために使用することが目的とされている。今回使用するエクスボイス、絆あかり、ボリューム1には、1021種類もの素材が収録されている。価格は1980円プラスデイ。あかりちゃん好きは今すぐチェックだ。宣伝は基本ね、基本。いや、YouTube で動画のネタリサーチしてたら、エクスボイスのプロモーション動画見つけちゃって、ほう、サンプル聞いたら、拒絶とか、舌打ちとかの音声があって、もう興奮しちゃって、妹の興奮に至るまでのストーリー嫌すぎるんやな。そっから即購入よ。判断が早いな。はぁ、あがりー。ねえ、見て見てこのフォルダ名、これだけでまあ興奮するよね。つまりちょっとその領域には至っとらんわ。じゃあ早速行きますか。ランキング発表。はい、もう好きにやってみ。第5位はこちら、カテゴリネーム、呼びかけの。マスター、かっこ甘いかっこ閉じつ、です。おめでとうございます。今から音声流しますよ。しー、みんなしー、はいはい。マスター。キャンがいい。うるせえな、妹。わかる。この後半の息の抜き方。前半は普通の呼びかけっぽくしておいて、後半の息の抜き方でちょっと甘える感じを醸し出すこの感じ。天才か、天才なのか。ちなみにこのマスター、かっこ甘いかっこ閉じ1の場合は全体的に甘える感じが出てて、それはそれでいいんだけど、やっぱギャップっていうのかな。それがあるとないとで少し差ができた。はいはい、次行くでよ。マスター。第4位はこちら。カテゴリネーム、拒絶の。最低6です。おめでとうございます。今から音声流しますよ。しー、みんなしー。最低。心に触れる。無性な妹。ちなみに4位に入った決め手は何なん？え、きつい言葉の中で一番きつい言い方だったからだけど。ああ、もううちの妹手遅れなんだな。最低。はい、そろそろ巻きで行くで巻きで。第3位はこちら。カテゴリネーム、ホラーの。ジャパニーズホラー1です。おめでとうございます。今から音声流しますよ。しー、みんなしー。ふむ。味わい深いね。ついに味わい始めたな。この手は何なんや？やっぱり。趣ですかね。全然伝わってこない。次、とっとと終わらせて。第2位はこちら。カテゴリネーム、気温の。もぐもぐ1です。おめでとうございます。今から音声流しますよ。しー、みんなしー。もぐもぐ。ああ、やっぱり絆あかりといえばこれだよこれ。誰やねん。ズバリ、2位になった決め手は、やっぱりあかり先輩といえば暴食キャラじゃん。よく食べるキャラというイメージを植え付けた。この音声だけは外せないよね。今までで一番納得できる理由がこれってなんか複雑なんやな。もぐもぐ。ラスト、第1位はこちら。カテゴリネーム、拒絶の。ひも、7です。おめでとうございます。今から音声流しますよ。しー、みんなしー。キモ。おい、帰ってこい。素晴らしい。この意味ずっしりくる。強い拒絶。いやー、朝昼晩、食後に一回言っていただきたいですね。お薬かな？いやでも、エクスボイスを買って、初めてこれ聞いたとき、すっごい胸がときめいちゃって。そうなんか、その時思ったんだ。ああ、そっか。これが俗に言う。初恋だ。なあ、それ性癖や。いやー、でもエクスボイスって初めて聞いたからおもろかったで。でしょ、でしょ、でしょ。これ今後も動画で使っていくんやろ？ああ、そうね。使っていこうと思うんだけど。だけど、このエクスボイス、すっごい可愛いんだけど、欠点があって。欠点、ほら、あかり先輩の声って、割と低めじゃん。エクスボイスの音声素材って明るくて高めのものが多いから、急にエクスボイスを差し込むと、え、誰の声ってなる時があって。ああ、なるほど。そら難しい問題やな。ボイスロイド2だとエクスボイス風の声質を出すのが難しいし、そうなんか、せめてアイボスがあったら多少エクスボイスに寄せられるのに。でもアイボス高いしな。でもアイボスだったら表現の幅が広がるし、アイボスだったら、アイボスがあれば。うわぁ、いつの間にか買ってる。息を吐くように導入するのやめや。ほら、アイボスでやると声質が全然違う。ほら、これがボイスロイド2の時のやつで。しばくぞ。こっちがアイボスのやつ。しばくぞ。ね、全然声違うでしょ。どうでもええけど、比較用のセリフ変える。しばくぞ、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 しばくぞ。